やりたいことっていうのはやっぱりですね、自分の中でもんもんと探してても出てくるものじゃないんですよ。まあ、そもそもね、どういうふうにやりたいことって見つかるかといったら、やっぱりですね、僕の中ではこれはね、頭が溶かされたというふうに表現してるんですけど、本当に頭がね、溶かされて、で、結局その溶かされた人どうなるかって言ったら、こんにちは、就活コンサルタントの竹内です。今回はですね、意味のない就活準備7選ということでですね、よくまあ就活生のね、学生さんから、自分はね、こんな準備してるのですごく有利ですよねとかね、この時期にね、ここまでこの準備をやってるので僕の就活は万全ですよねみたいなこと言われるんですけれども、いや、それ意味ないよとか、それ逆効果じゃねみたいなことが実は結構あるんですね。なので今回の動画はですね、その意味のない就活準備について、よくあるものを取り上げさせていただきました。これについてはですね、ぜひ今すぐもしやっていたらやめていただきたいなというふうに思いますし、逆にですね、これをやめてじゃあ何をすべきかということについても簡単にお話ししておりますので、ぜひね、参考にしていただければというふうに思います。全部で7つあります。順にお話ししたいと思います。まず1つ目ですね。1つ目は何かというとですね、就活に向けて、Twitter とか Instagram などの、その就活アカウントと言われるものを作るというものですね。これなんでこう意味がないかという話なんですけれどもですね、毎年3年生の4月とか5月になると、なんか知んないけど就活用のアカウントを作ってですね、同じ卒業年度、また22卒だったら22卒のこう友達をこう探して、同期のなんかで情報交換をねしましょうよみたいなことでやり始める学生さん結構いらっしゃいます。なんですけど、我々みたいなこのプロから言わせればですね、同じ学年同士でなんかこうするんだと、これ大していい情報って生まれないんですよね。むしろそれよりもですね、選考が本格化してくる、1月とか2月の時期になると、どっちかというとですね、俺どこどこ受かったぜみたいな情報が友達から来たりとかして、すごく精神的に一喜一憂したり、かなりダメージを受けて萎えるみたいな、周りの情報が気になって自分の本来やるべきことが進まないとね、本来自分がこの業界受けるべきなのに、周りがここ受けてるから自分もここを受けようとかね、そういう意味のわかんない行動を取り始めるんですよ。なのでこういった点でもまず逆効果ですし、加えてですね、自分が受かったら受かったで、どこどこ会社受かったぜみたいなことでツイートする人がいるんですけど、それもね、人事からするとすごく印象は良くないんですね。なのでそういったことを含めてですね、 SNS、いわゆる Twitter とか Instagram のアカウントで就活アカウントを作るということは、正直意味のない準備なんじゃないかなというふうに思いますので、これはね、避けておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。これ一つ目です。次、二つ目ですね、自己分析という立て付けで行う憧れ探しというものですね。これ何かということなんですけど、自分のやりたいことって何だろうみたいなことをですね、頭で悶々と考えながら一日過ごして、でもこれ俺自己分析やってるしみたいな、本当の本人は思ってるみたいな。でも何かが進んでるかっていうと、何も進んでないんですね。加えて、人によってね、やりたいことをね、探すためにですね、100個のね、こう書き出してみる、ブワーとかってやるんですけど、大体そこから出てくるのって趣味とか、遊びたいとか、なんかね、将来、こんな家建てたいとか、そういうのばっかりで、じゃあ具体的に何の仕事やるのとか、そういったことは全然出てこないケースがすごく多いわけなんですね。なので、やりたいことっていうのはやっぱりですね、自分の中でもんもんと探してても出てくるものじゃないんですよ。そもそもね、どういうふうにやりたいことって見つかるかといったら、やっぱりですね、短期のインターンとか長期のインターンとか、実際にこの社会の仕事、社会で働いてる先輩に触れてみて、喋っていく中で、それ面白そう、やってみたいとかね、興味湧いたとか、あるいは向いてるかもとか、そういった感覚を得て、実際にちょっとね、やってみて、この仕事いいな、もうちょっと実力つけたいのかな、そういったことが分かることなんで、自分の中でもんもんとしてやりたいことって出てくるものではないんですね。それよりもですね、やっぱり新卒の段階というのはですね、できることがすごく少ないわけですから、何かをできるようになると、例えばそれ営業でもいいですし、ライティングでもいいですし、サービスでもいいです、何でもいいんですけども、何かをできるようになるということをやりたいことにするというのが一番無難な方法といいますか、キャリアを築いていく上で、正しい方向性なので、ぜひですね、よく分かんないもんもんとしてね、やりたいこと探しをして、でも俺自己分析だからやってるしみたいなことを言って、無駄に時間を過ごすのはやめていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。これは2つ目です。3つ目ですね。3つ目は何かというと、突然ですね、短期のボランティアに参加し始めるというものですね。大学受験のね、栄養入試とかではですね、ボランティアの経験が受けるケースもあるんです。特に学部によってはですね、ボランティアの経験が生きる学部、福祉学部とかね、そういったところに関しては結構生きたりします。なんですけれども、就職活動で民間企業に行くとか大手企業に行く、ないしは一流企業に行くということを考えた場合にはですね、ボランティアの活動っていうのは正直意味がないんですよ。特に短期のボランティアは意味がないです。大体短期のボランティアってなるとですね、海辺に行ってね、ゴミを拾うとか、東日本大震災の被災地に行ってですね、ゴミを拾うとかね、瓦礫を掃除するとか、そういったケースが多いんじゃないかなと。あるいは破天荒条項に行ってですね、家を建ててくるとかね、そういったものも、あるんじゃないかなと思うんですけれども、なんでその短期のボランティアが意味ないかというとですね、基本的に企業活動っていうのはボランティアじゃないからですということです。企業活動っていうのはお金を得るために売ったりとかね、作ったりとか、そういうことをしないといけない。
相手の役に立つことで対価としてお金を得ると、それで企業活動を続くんですけど、ボランティアっていうのはそのお金を得るという経済活動が一切絡んできません。そのため企業はそこまで評価しないわけですね。もちろんですね、海外のボランティアで例えば発展途上国でもいいですし、そういったところに行ってなんか学校を建てるとかね、家を建てるとか、なんかそういったことをやった場合はですね、まあ、その活動を通じていろんな人を巻き込んだとかね、あるいは英語が話せるなったとか、そういった点でこう自分の頑張りをアピールできるようになるという意味では、まあ、意味があるんですけど、なんかこう3日間とかね、1日2日ボランティアで突然行きましたと言っても基本的には意味がないということなので、まあ、ネタがないからといってね、いきなりこうボランティアに行くというのはぜひやめていただきたいなというふうに思いますし、もしネタがないんだったらね、他の動画でネタのランクみたいな話をしてるんですけど、その高いランクのものに参加した方がいいと思います。まあ、例えば営業のインターンに行くとか、そういったものをしてみると、やっぱり実際のね、企業活動の中の一部を体験できるし、それがネタになるかなというふうに思いますので、まあ、ぜひね、そこの活動をしてみるといいんじゃないかなというふうに思います。次、4つ目ですね。4つ目ですね。まあ、これと関連するんですけど、意味のない資格の取得ですね。まあ、これについてもですね、以前資格で、ね、意味がない資格はこういう資格ですみたいなことをね、別の動画で解説してるんですけど、だって〇〇3級とかね、なんか3級ってつく資格で、だいたいちょっと入門系の資格なので、まあ、就活で意味がないよとか、そういうことを結構話してたりとかね、あの〇〇コーディネーターとかね、そういったよくわかんない横文字がいっぱい並んでる資格もだいたい新しくできたばっかりの資格で意味がないよみたいなことを話してるんですけど、まあ、そういった資格をね、とりあえずね、何もないからとりあえず取らなきゃみたいな感じで就活準備としてやる方がいらっしゃるんですけど、まあ、これも正直意味がないですし、人事からすると何これみたいな話になるので、まあ、やめといた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、これも同様ですね。じゃあ何すればいいのってなったら、じゃあ相手から評価される活動に力を割いた方がいいかなというふうに思いますので、まあ、インターンとかね、営業のインターンとかそういったものに行くといいんじゃないかなというふうに思います。次、5番目ですね。5番目はですね、自己啓発セミナーへの参加ですね。これ結構いるんですよ。特に学歴が、まあ、2と5%とかのね、そのくらいの学生にすごく多いんですけれども、まあ、就活の時期になるとですね、まあ、コミュニケーションセミナーとか、リーダーシップセミナーとかね、自分を見つけるとかね、そういうこう、ふわっとしたような、歌い文句のセミナーにすごく行ってですね、まあ、1日とかのね、研修とかセミナーを受けると。でそうするとなんかね、セミナーが終わった後に、いや、僕はちょっとね、愛が足りてませんでしたとかね、急激に言い出すんですよ。みたいな、どうしたんだろうみたいなね、周りからするとなんかびっくりみたいな、まあそういったセミナーだったりするんですけど、なんかね、そういったセミナーにどっかでね、感化されたり、勧誘されたりしていくんですけど、まあ基本的にこれも意味がないですということです。で、学生がなかったらですね、その体験したことによってなんか自分の中に劇的な変化が起きて、僕はコミュニケーション能力がものすごく上がったんですよ、みたいなことをね、おっしゃる学生がいたりするんですけれども、正直何も変わってないですよ、みたいな話で、頭の中だけお花畑になって帰ってきて、僕の中ではこれはね、頭が溶かされたというふうに表現してるんですけど、本当に頭がね、溶かされて、で、結局その溶かされた人はどうなるかって言ったら、より高額な自己啓発のセミナーを受けるように勧誘されてたりとかね、あるいは自己啓発のセミナー会社の、新卒採用フローに乗ってるとかね、そういったケースがものすごく多いということで、まあ、自己啓発セミナーも正直行かない方がいいんじゃないのというのが僕の見解です。これが、5つ目です。次6つ目ですね。6つ目ですね、まあ、自分のレベルと明らかに離れてるとかね、自分の適性と全然違うという企業の企業分析をしこたまやるというものです。まあ、人によってですね、その IR 情報とかをね、調べてですね、この会社の株価がどうでとか、そういうことを、ね、急に言い始める人がいると。研究熱心なのはいいことなんですけど、明らかにそのあなたの大学のランクからだとその企業はちょっとまあ難しいよとかね、あるいはそもそもあなた全然その仕事向いてないじゃんみたいな会社に入りたいがためにですね、頑張って企業分析めっちゃやってるみたいなケースの学生さん結構いらっしゃるんですけど、相手からするとね、どういうふうに思うかというと、まあ別に学生なんだからそんなことやったって意味ないよ、それよりもね、今自分に向いてる仕事をちゃんと探してそこを受けた方がいいんじゃないのとかね、そもそもそこ適正ないから入ったとかで苦労するだけだよとかね、そういったことを結構人事とかね、担当者側からすると思ってるわけです。なのでむやみやたらにですね、そこ向いてなくねっていう企業の企業分析をしてね、やたらと時間を使うというのは正直意味がないので、やめた方がいいと思います。でこれについてはですね、じゃあどこが向いてんのみたいな話になると思うんで、そこはやっぱりですね、学生の中でね、悶々と考えても大体わかんない。まあそれはそうですよね、社会に出たことないのでわかんないわけです。なのでやっぱり大人に聞いてみる、まあ、できればね、我々のプロに聞いてみると、あ、君はこの業界だねとか、君はこの仕事はいいんじゃないとか、そういった、まあ、キャリアプランとかそういったものも、まあ、提示できますので、まあ、ここは相談した方が早いかなというふうに思います。で最後7つ目ですね。7つ目はですね、不安だからという理由でですね、受ける業界を増やすということですね。で当然それに伴って受ける業界を増やすと、それを攻略するための業界研究とかね、企業研究をやらないといけないということなんですけれども、一業界のね、業界研究をやるだけでも結構大変なんですよ。一つの業界といっても、製造からね、原料の調達、製造、加工、ね、販売とかなんかいろいろあるわけですよ。で、そのフローをまずね、理解しないといけない。それから業界の中でもいろんな会社があって、どういう住み分けになってるのかを理解しないといけない。それから職種としてはどういう人が求められてるのかと、自己 PR をどういうふうに合わせていけばいいのか、そのあたりをやっていかないといけない。こうやって SPR テストは、どういった問題の出題傾向があるのか、そのあたりも把握しないといけない。ということで、結構一業界だけでもやらないといけないことがいっぱい
ぱいあるんですよ。なんですけど、大体の学生さんはその一業界の業界研究とかね、対策もほとんどしっかりできてないんですけれども、にもかかわらず、なんか不安だから業界増やした方がいいんじゃねみたいなことで、まあ2業界、あ、2業界だったらまだいいです。それがね、3業界、4業界、5業界、まあ人によっては6業界とかね、受けるわけです。6業界も全部対策できんのって言ったら、まあできるわけないんですよ。とりあえず浅いところだけね、こう触ってるだけみたいな感じの状態になって、面接になった時に結局撃沈するっていうのが例年多いんですね。だからなんとなくとりあえずいっぱい受けたらなんとかなんじゃないかみたいな不安だから思っちゃうんですけど、それが逆効果になってるケースが多いです。それよりも業界を絞ってそこを詳しく見ていくことの方がよっぽど効果があることなので、まあ、さっきの項目とちょっと重なりますけど、意味のない業界、つまり向いてない業界を早めの段階でバッサリ切り捨てて、向いてる業界とかね、可能性が高い業界を絞る、そこをしっかり見ていくということをやっていくとものすごく効果がありますから、ね、それをやってみるといいんじゃないかなというふうに思います。というわけで今回はですね、意味のない就活準備7選ということについてお話をさせていただきました。もう一回まとめるとですね、1番、就活用のアカウントを SNS で作る。2番、自己分析という立て付けでやりたいことを探しに邁進する。3番、まあ、突然ですね、短期のボランティアに参加すると。で4番、意味のない資格を取得し始める。それから5番、自己啓発セミナーに参加する。6番、レベルとか方向性が、マッチしてない企業の企業分析をしこたまやると。で7番、まあ、不安だからという理由で受ける業界を増やすという7つでした。まあ、ついついこうやってしまいがちな意味のない就活準備となっていますので、まあ、ぜひですね、これを避けていただきながら、残り時間を大切にしながら、しっかりと就活の準備を進めていただければというふうに思います。というわけで、このチャンネルでは、処理難も可就活の役に立つノウハウを配信しています。チャンネル登録をしてコメントしていただけた方にはですね、簡単な返信をしておりますので、まあ、ぜひですね、チャンネル登録をお願いいたします。では今日は以上です。ありがとうございました。労働時間が長すぎる。残業代が支払われない。働き方改革が進んでいる昨今ですが、世の中には職場環境があまりにひどいブラック企業が未だに数多く存在します。もしブラック企業に入社してしまうと、あなたの人生はめちゃくちゃにされてしまいます。しかし巷の就職エージェントや就活塾は、企業からマージンを得るためにブラック企業に無垢な学生を斡旋しています。彼らのせいで知らず知らずのうちにブラック企業に入社してしまうケースが後を絶ちません。この悲惨な状況を変えるべく立ち上がったのが、ホワイト企業入社に特化した完全個別指導型の就活スクール、ホワイトアカデミーです。ホワイトアカデミーは強力なサポーターがあなたの就活をマンツーマンで徹底的に支援します。週1回1時間以上の指導を受けていく中で、就職活動に必要な対策が完璧に整います。講師はいつでも親身にあなたの相談に乗りますので、あなたが納得のいく企業から内定を取るまでサポートが続きます。さらにホワイト企業のリストをなんと1万2000社分所有しています。このリストを用いたホワイト企業の分析、ロジカルシンキング力の養成、理想の人生を歩むためのキャリアビジョン設計、これらを通じてあなたは最高のファーストキャリアをスタートさせることができます。宿題や授業をオンラインでこなすことができるシステムもありますので、もしあなたが地方や海外に住んでいたとしても大丈夫です。ホワイトアカデミーのサポートを受ければあなたはホワイト企業から確実に内定を手に入れられます。万が一一社もホワイト企業に内定できなかったときは、授業料を全額返金いたします。業界ナンバーワンを5つ達成したホワイトアカデミーにぜひご相談ください。無料相談はお一人ずつ丁寧に対応させていただくため、毎月20名しかお受け入れできません。少しでも興味があればお早めに無料相談会へお越しください。ファーストキャリアはあなたの一生を大きく左右します。ホワイトな大企業に入社できるのは新卒の時だけですので、ホワイトアカデミーで一緒にホワイト企業の内定を手に入れましょう。